はい、おはようございます。この日は5月17日金曜日ですね。この日は大学に行って、その後インターンに行くので、まあ、あんまり勉強時間がないのでね、朝とあと夜帰ってきてからちょっとね、まあ、集中して勉強していこうかなと思っている一日でございます。というわけで朝ね、身支度しっかりとして、さあ冷蔵庫ね、あさってカフェオレですね。さあ今日も頑張っていきます。まあ、そして朝はね、いつも通り新聞からね、読んでいきたいと思います。まあ今日もね、いつも通りね、朝日新聞をだいたいいつもね、読んでおります。さあ今日の記事はね、何かなーっていうところで、東芝の記事ですね。人員削減の記事ですね。これ、まあ、どうなんですかね、他の企業も人員削減して効率化とか進んでいくのかなと思っておるところでございます。というわけで大学の行く準備してと思ったんですけど、ちょっとね、タイヤがパンクしてまして、ちょ、昨日空気入れた時に多分、まあ、チューブがねじれて、それで空気入れてパンクした感じだと思うので、まあ、ちょっとね、今修理に出してる間にちょっとね、勉強して、さあそろそろね、修理が終わる頃なので戻りたいと思います。本当ね、災難ですよね。というわけでね、パンク治りました。というわけでね、今日は大学はちょっともうね、手遅れなのでちょっと行けず、このままね、ちょっと、まあ、課題をやってから、まあ、インターンの方にこのまま直行していこうかなと思います。ほんとね、まあ、大学行きたくても行けないっていうね、まあ、こういう日もありますよ、たまにはね。まあ、というわけでね、切り替えてインターンの方ね、頑張っていきたいと思います。行ってきます。インターン終わりました。で、この日はまあ金曜日なので、そのインターン先の社員の方と社長さんと、まあね、みんなでね、ちょっとご飯に行こうということで中華に来ておりますね。あんまね、堂々と横画面でね、撮影するのもなんなんで、ちょっと縦画面で失礼いたしました。というわけで家に帰ってきまして、ちょっとね、夕飯残ってたものを少し食べまして、さあ夜ですね、しっかりと勉強していきたいと思います。今日ね、まあ朝パンクしたおかげで勉強時間稼げたっていうのもあるのでね、まあそれはそれでよしとしましょう。というわけで夜ね、ちょっと課題を進めていきます。マジで大学の課題がね、最近溜まり気味なので、まあ、できるだけ早くね、終わらせていきたいなと思っております。さあ課題が終わって、さあね、もう今回はこの辺でね、締めたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もね、お楽しみください。というわけでバイバイ。